吉野さんおはようございますあのズームっていう新しいそのテクノロジーが出てきて、まあ、このズームっていう形自体はそんなに新しくはないんですけどもズームっていうのでまとめてそれでコンセプトをはっきりしたんですよねリモート会議用みたいな感じで、まあ、それによってえなんかそのカメラやマイクが売れるようになったりとか、まあ、ズームの契約もねぐッと伸びてきてでまあ私にとってみたらズームは当たり前みたいな世界になってきましたね でその当たり前をうまく使ったお笑いコンビが JALJAL っていうんですよいや私ねお笑い芸人とか知らないんですけどもこのズームのズームを使ったこのギャグっていうかねコントみたいなのは非常に面白くってしかも YouTube にバンバン投稿してるんですよで YouTube を中心に生活する私の目に入るじゃないですかでたまたま再生したら面白くって同じネタを何回も見てしまったりとかねでしかもこの JALJAL っていうお笑いなんですけどももともとリアルな世界で すげえ新人が出てきたっていうふうに話題になったのにテレビの方には全然出ずに YouTube の投稿をそれこそね数千本の単位でやってるわけですよでその全てがあの数十万回とか100万回を超える再生数で面白いんですよでネタもバンバン出てくるんですよねだから量産する天才なんですよもう天才が量産するみたいなこと言ってもいいかなと思いますだから URL つけときますんであのタイトルとしてはねあのズーム会議でズーム面談で なんかそ効果音をつけるやつみたいなネタがあるんですけどこれが面白いしこの発想をよく持ったなと思ったんですよ。ぜひ見てもらいたいいたと思います